皆さんこんにちは本日は箱ひげ図の大学入試を行っていきたいと思います自分で解きたい方は一時停止をしてくださいそれでは解説に入ります箱ひげ図です条件をしっかりとまとめていきましょう50人いる場合は以下のことが分かりますまあ50ね真ん中で分けると2525 25で25を分けていくと12121は余っていくこの余ってる分つまり13人目が第1四分因数で、えー、今回は50偶数ですので中央値というのは2526まあの間の部分になります で、38人目が第三四分位数っていうのがわかります。で、それぞれのこの図を見ながら考えていきますと、えー、男子の第三四分位数が4.5、五、えー、最大値が7。ということで、少なくとも、まあ、5時間以上勉強している人は1人ありよっていうことがわかります。この7いますんでね。で女子の場合は中5値が4.5から5ぐらい。で、第三四分位数は5.5。ということは、5時間以上は少なくとも、この第三四分位数の分、つまり13人はいます。なので1、1プラス13で14。14人以上ということができます。 続きまして、カッコ2ですね。はい、カッコ2、勉強時間3時間以下の生徒ということですが、男子の場合は勉強時間3時間以下は13人以上、第1子分位数が3ですからね。で、一方で女子の第1子分位数は3.5になりますので、3時間以下の生徒は1から12人、13は超えないよということですので、はい、えー、女子より男子が多いということができます。 まあこーげ図から読み取れるのは第一四分位数、中央値、第三四分位数、最大最小です。ここら辺の条件をうまく使って問題を解いていくようにしてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。